アルフレッド・ブリュノーは19世紀フランスのオペラ作曲家。写実主義や自然主義の影響を受けた舞台作品を数多く手掛けた。音楽評論家としてジル・ブラス・ガやフィガロ・カに寄稿したことでも名を残している。1895年にレジオン・ドヌール勲章を受賞した。本名はルイシャル・ルボーナ・バンチュール・アルフレド・ブリュノー。少年時代からパリ音楽院でチェロを学び。 チェリストとして、パドゥル歓迎楽団に加入した。間もなく、作曲も手掛けるようになり、早くも1881年に、カンタータ、パリのジュヌビエーブジュヌビエーブでパリを作曲。1884年に、英雄的序曲、オーバーチア・エロイックが初演され、その後に合唱公共曲、レダ・リダと、公共し、眠れる森のビジョラ、ベル・エーユ、ボーイズ・ドーマントが上演された。 1887年に最初の歌劇、ケリム・ケリームを作曲。その後、エミール・ゾラと出会い、20年間にわたる共同制作にこぎつける。1891年の歌劇、ユメレレーブは、ゾラの同盟の作品に基づいており、その後もゾラは、風車への突撃エル・アトック・ジュム・ーランを含むブリュノー作品に、多くの題材を提供し続けた。メッシュドール・マサイダーと、 暴風ウェル・オーラガンでは、ゾラが手図から台本を執筆した。ゾラに影響されたその他の作品に、ラザール・ラザール、幼い王様エル、アンファン・ロワ、ミクラン誕生・タンジョナイース・マイクリン、4日間でキャトラ・ジュルネがある。なお、1923年のパリの花園・レジャル・ダン・ジュ・パリは、ハンス・クリスチャン・アンデルセンが、1928年のパドバの選手・アンジェロ・アンジェロ、 タイラン・デ・パドーエは、ビクトル・ユゴーが原作である。その他の作品に、レクイエムと、歌曲集、フランスの歌リーズでフランスと、舞踊家シャンソンズ・アドンセが挙げられる。ブルノーは、還元落法において、リヒャルト・ワーグナーの影響を受けている。また、同世代のオペラ作曲家、ギュスター・ブ・シャルパンティエと往復書館を取り交わしている。ありがとうございます。